らどもはすでに我らがアジトにお連れした。ご安心を。将はすぐに現れるはずだ。この右京左京、影の務めに寸分の誤りもございます。肉を切り裂く華麗なる剣の舞、とくとご覧ください。Thank you.
翔、翔。はい。
近づく。何を企んでいる。この用事悪なきでござし、そこに君臨しようと。そのために最終奥義を。忍道最終奥義を会得できるのはこの世に二人だけ。忍道継承者である翔か一馬。今闇の力に打ち勝てるのは翔、あなたしかいないわ。しかし最終奥義の教えは師匠からは何も。一人ではダメなの。男と女の気が合一しなければ。気の合一。最終奥義の秘伝は父から密かに授かりました。師匠から。男子に宿る力の気、その乱れを収め無垢な力に還元すること、それが気の合一に至る心の術。合一した気は宇宙とその波動を共にし無限大のエネルギーを生み出す。ショーン。これはまだ初めの一歩。達人に書かれて山をも簡単に消せるというわ。翔が隠していた意味が分かるような気がする。話は一部始終聞かせてもらった。この女はもらっていくぞ。
勝ち目はない。最終奥義はもう俺の手の内だからな。Right.
ついたか。カズマ、お前が最終奥義の鍵だったとは。天才もうまく隠した。これで手に入れたつもり？何？あなたは最終奥義が何なのかまるで分かってない。気の流れはあなたの思う以上に繊細なものなのよ。身に余る力をもてあそんだ末にバランスを失い、自分自身を滅ぼすことになるわ。言いたいことはそれだけか。最終奥義は俺のものだ。俺が手に入れる。
前がどう拒もうと最終奥義は俺のものになる。これは何のつもり？このホールは地殻を貫き火の源へと伸びている。お前のエネルギーを誘い水にして地球の木を吹き出させ、俺がそれをものにする。そんなもの最終奥義と全然違う。敵の力が手に入れば何でも構わん。人に扱える力じゃないわ。これは人間を超えた力と。バランスをなくした気は暴走を始めるわ。正気の叩く。Thank you.
Thank you.
っかりしろ。ここはもう危ない。立てるか。やっと来たか、ショウ。ここまで来たことは褒めてだが少し遅かったようだ。無限の力はすでに俺のものとなった。まさか綾を使って無理やりに。もうその女も用なしだ。どうだしと、俺と手を組む気はないか。共に支配者となれば欲しいものは何でも手に入る。お前の力では俺には勝てん。試してみるか。愚か。
大きく。兄さん、カズマが守ってくれなかったら俺たちは跡形もなくなっていた。